どうもこんにちは、こんばんは。フォートナイトで建築をしたことがある人は高評価、どうもテルフィーです。ということで今回はなんですけど、僕含めてちょっと16人ちょっとね集まってもらったんですけど、ちょっと今回はお題なしで建築対決をねしていきたいと思います。まあ条件は1人6000メモリで制限時間が30分、ルールはそんな感じなんで、もう早速ね、もうお題もないんで、もう何作ってもいいから建築バトル対決やっていきましょう。よし、じゃあみんな一人一個枠選んで、一人一個枠選んで、この枠の中からはみ出しちゃダメね。今日じゃあ30分間いきまーす。よーい、スタート。お題はないんで、もう30分間使ってください。さあ僕もなんか作ろうかな。じゃあ、いやー30分だからなー、これむずいぞこれ。さあ、ということでね、まあ、全員ちょっと作り終わったということで、じゃあ、まずはちょっとね、僕をちょっと基準にちょっと見ていきたいんで、じゃあ、まずはね、ちょっと僕のから、僕のはね、はい、こんな感じです。まあ、お城っすね。はい。まあ、優雅な暮らしっていうことで、ちょっと浮いてんのは気にしないでください。まあ、中はね、あ、こんな感じと。ね、中こんな感じで、まあ、窓いっぱいつけた理由は、まあ、やっぱりね、あれっすよ。換気大事かなと思って窓いっぱいつけました。はい、隙間もね、ほら。これはちょっとミスなんですけど、隙間もいっぱい空いてますね。はい、これが僕が作ったやつ。ね、これ基準だからね。はい、これが基準。よし、じゃあ見ていこう。じゃあまず、これ一番左からじゃあ見ていきまーす。はい、じゃあこの KKSS くんが作ったね、ところ見ていきたいと思います。あ、すごい。あ、いいじゃん。あ、この噴水僕も欲しかったわ。あ、すごい。さあ見ていきましょう。中入ります。食べるとこ。うん。なんか、もっといい書き方なかったかな。あ、ちゃんとトイレもある。あ、ちゃんとトイレもあるじゃん。すごい。まあ、これは本当に平均点ぐらい。普通に。まあ、僕と同じレベルね。じゃあ次行きましょう。次、このルカリオくんが作った家です。これ車屋さんってこと？これ何これ？あ、車屋さんだって。あ、車屋か。あ、車屋ね。あ、車屋でなんかトヨタとかであれば、なんかこうやって相談するところでしょ？オレンジジュースとか持ってきてくれるんで、僕なんかトヨタでもらったことあるもん、オレンジジュース。まあ、ギリ平均点ぐらいかな。まあ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 。じゃあ次行きましょう。次、この、シュウくんが作ったところ見ていきましょう。あ、すごい。何これ？これ何これ？これ公園？多分これ何？多分これ公園だよね、多分ね。あ、すごい。あ、でもすごいわ。うん。あ、でもちゃんとしてる。いや、わかる。なんかちゃんとしてるの伝わるもん。あ、すごい。これもまあ平均、でもこれ平均点ぐらいだね。平均点。はい、じゃあ次行きまーす。次、これ誰作ったの？これ君作ったところか。あ、でもすごい。ここすごくない？これほら。え、これすご、これすごくない？ここ。なキャンプ場でしょ？わかるもん。一瞬で。超、すごい人来たやん。これ今、1位だよ。現状。え、これ超すごいもん、普通に。うわ。あ、すごい。え、キャンプ場でしょ？これ絶対。あ、すごい。ほら、ちゃんとほら、車もあるし、ほら、なんかテントとかもあるし。これ今、現状1位。よし、じゃ次行きましょう。なんだこれ。なんだこれ。これすごいんだけど、なんか、え？すごい、すごいんだけど、え、なんか新しい、なんかさ、アートみたいなの作ってる人いるよ、これ。まあ、確かにお題ないから、まあ、これね、建築っていうお題？これもしかして。巨大生物？あ、ハート、え、ハートあるよ、見てほら。ハートあるし、ここは何？なんか、え、はい、じゃあ次行きましょう。あ、すごいこれ。木とレンガと鉄でラマ作ってる。あ、懐かしい。これ昔あったよな、なんかラマ。あ、ハートで、これ Z でしょ？僕のこと大好きってことね、ありがとう。あ、これはね、見栄えがいいね。うん、見栄え点高いこれ。これはセンスがいいっすね。なんか N って書いてあるし、何これ？ N の意味はわかんないけど、まあ、すごい。うん、すごいわ。じゃあ次、何これ？犬くん、ゼルフィーのマイクラスキン。時間すき、いや、でもすごい、あ、僕のスキンか、すごい。あ、僕のマイクラのスキンだ。これが僕のマイクラのスキンで、ほら、もうそっくりやん。ほら、よく作ったな。でも僕のマイクラのスキンしてるってもう相当ね、僕の動画見てくれてるやん。あざっす。あ、これはもうね、いい。最高。すごい。これすごいわ。よし、次行きましょう。次はこの匿名くんが作った家。あ、入り口こっち？案内してください、じゃあ。まず家の中入りますと。あ、すごい。ちゃんと中しっかりしてる。あ、すごい。ちゃんと料理。あ、すごい。ここキッチン。あ、すごい。キッチンとか、ここ料理してここで食おうねっていう。なんか食卓でしょ、ここがね。で、こっちは？何この精神と時の部屋みたいな時計。あ、2階もある。確か2階もあったよね、ここね。あ、2階もちゃんとあるけど、まあちょっと時間た、あ、ベッドルームだ。ほんと、ベッドルームあるよ。ほら、ベッドルーム。寝れて、はい、上行きましょうと。上行ったら、でかっ。あ、コインだ。あ、へそくり。ここにお宝がありますよってことね。あ、そういうこと。これ買おうか。あ、ごめん、開けちゃった。あ、でも悪くない。あ、でもね、ちゃんとしてる。もうこれも平均点ぐらいの家。すげえ。さあ、次。何これ？ハンバーガー店です。いらっしゃいませ。僕はトマト教です。ん？あ、すごい。ちゃんとここで買えて、ここで食べれますと。2階もちゃんとあると。2階でも食えると。あ、すごい。あ、ちゃんとトイレもある。あ、ちゃんとほら、男用の人の用のほら、トイレもあるし、ほら。あ、すごい。あ、ちゃんとしてるわ。これもいいね。僕好き、ここ。じゃ次行きましょう。ここはなんだ？なんだ、ここは。こっちね。なんか、何これ？魚いるよ、ほら、金の。あ、こっから登ろうと。
登って、あ、もう登りずりえな、ここな。はい、最後、ここまで行きますと。階段めちゃめちゃある。あ、すごい！何ここ？宗教？これ、どっかの。魚屋さん？魚食うの？ここで。もうなんかすごいやん、ここだって。こんな店ないよ、普通。ここで魚焼いてここで食うの。リスク高いな。もうなんだ、何のレストランかわかんないけど、すごいよ。よし、じゃあ次、ここ行きましょう。あ、すごい、なんか和風。なんだ、お前。お前、これだけのために作ったのか、これ。あ、でも、まあちょっと和風だけど、ちょっと、すごくはないけど、悪くもない。あ、もう宗教広まっちゃった。宗教広まっちゃった。あ、もう出てこ。あ、ここやばいわ。なんだ、ここ。入り口ここか。ピーリー神。おい、また宗教か、ここ。いや、入るぞ、ここ。おい、なんだ、これ。入って、そうそう、モアイあるぞ。で、なんか噴水ね、噴水あって、ここは？あ、ここで寝れると。あ、ちゃんと部屋はあるのね。あ、すごい、もうやばい、やばい、やばい。ここ座って何？ここ座ってこれ眺めんの、もう宗教やん。で、これベッドでしょ。ベッドにクッキー置いてあるしね。で、なんかちゃんと2階もあると。あ、2階ない、2階ないんかい。階段だけ。なんだ、この家。もう家じゃないしな、ここな。よし、じゃあ次、四つ葉塚の家行きまーす。あ、すごい、あ、すごい。なんか、階段レストランとかでありそう。さあ、入ります。あ、すごい！あ、この家すごいかもしれない。あ、すごい。なんか中、もう中もなんか雰囲気に合ってる。何この扉。あ、ここが何？バスルーム。バスルームで、ここトイレ。トイレの部屋。トイレちっちゃ。2階行きます。あ、すごい。何これ？もうなんかめちゃめちゃ部屋あってすごいね。あ、すごい。中もちゃんとしっかりしとるやん。で、窓上あると。あ、キッチン。なんかすごいちっちゃいな、キッチンな。で、あ、屋上まであると。あ、すごい。この家すごいわ。地下もあってんな、確かな。あ、すごい。ここで寝ると。あ、地下で寝ると。あ、すごいすごいすごい。あ、この家普通に綺麗でいいわ。よし、じゃあ最後行きましょう。最後はこの意味のわからないね。なんかもうほら、ギャラクシーでなんか囲まれた、わけのわからない部屋行きましょう。何これ？え、これトレーで入ればいいの？リスナーアンチ。いや、まあ、こっち？え、どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？これどういうこと？これどっち行けばいいの？え？え？あ、そういうこと、ちょっと、危ねえ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 。そういうことか。アンチは、こっち行って、シャキーンってことね。で、リスナーはこっち行って生き延びれますよっていう。すごい。すごいけど、もう、外像がすごい、ほら。銀が、もう。いや、見てなかった。見てなかった。ごめん。まだ全然見てなかった。こっち見てなかった。さあ、すいません。ラスト、多分ここラスト。じゃあ、ルピオケの行きますとこ。あ、すごい。あ、ちゃんとしてるや。クマがいる。あ、かわいい。かわいいね。お、すごい。まあ、ちゃんとした家。そう、ちゃんとした家だもん。普通の。普通のちゃんとしてなかったな。なんだこれ。なんかさ、なんでそんなみんな宗教作るの？うん、撃つな、やめろやめろ。壊すな、やめろやめろ。ということで、かかしの宗教の家でした。さあ、じゃあということで、今回の建築大会の MVP を、発表したいと思います。もう多分、皆さんもわかってると思います。こんな感じです！はい。これを作った。多分君、違かったらごめん。このエデ TY6667 が MVP! おめでとう！明らかにクオリティすごいもんだって、ほら。こういうさ、石とかもほら、めちゃめちゃ細かくほら、こうやってやってくれてね。ということで、今回の最下位も発表したいと思います。意外とみんな真面目に作ってるんですけど、これかな？これかな？まあ、理由はわけわかりません。まあ、なんかすごいよ。ちゃんと作ってるし、すごいんだけど、わけわかんない。うん。まあ、ワースト賞ということで、まあ、おめでとう。まあ、ということでね。まあ、この企画が好評だったらまたやるんでね。まあ、この企画が面白かったよって人はね、チャンネル登録、高評価、そして、通知をね、オンにしておいてください。ということで、今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、バイバイ。